ペシタワケないし、ペシタワケはシリア語で書かれた標準版聖書のことである。ペシタワケという名前は、字義的には、簡易版という意味のシリア語、マピコダシタに由来している。しかしながら、下は、簡易訳と訳されるのと同様、一般訳とか直訳とも訳すことが可能である。シリア語は、東方アラム語の地方語ないしは、地方語の集合体である。シリア語は、 シリア文字で書かれているが、次の多くの方法で、ローマ字に本字される、ペシッタ、ペシッター、プシタ、シタ、プシト、プシト。これらの本字すべてが受け入れられているが、ペシッタが英語で最もよく使われる綴りである。日本語では、ペシタわけないし、ペシッタわけである。西暦464年に、アミダで作られた、デイエジプト紀13時14分マイナス16のペシタ。 分け本文、デイエジプト記13章14から16節のペシタ、分け本文は、西暦464年にアミダで作成された。ペシタという名前は、旧世紀にシリア語の標準的で、一般的な聖書として、最初に受け入れられたもので、モシェバルケハに寄り添う、名付けられた。とはいえ、ペシタ分けがその名を留める前にも、明らかに長く複雑な歴史があった。事実。 ペシタワケは、旧約聖書と新約聖書で、別々の翻訳作業がなされたのである。ペシタワケ旧約聖書は、シリア文学の最初期のもので、おそらく2世紀に書き始められたものである。大多数の初期キリスト教会がギリシャ語70人、約聖書に頼り、旧約聖書もそれを翻訳したのに対し、シリア語を母語とする教会は、旧約聖書をヘブライ語から直訳したのである。 翻訳の腹写しとなったヘブライ語本文は中世、または現代のヘブライ語聖書にあるマソラ本文と極めてよく類似したに違いない。昔の研究者はペシタワケがアラム語タルグムから翻訳されたと主張していたが、現在その見解は知り添けられている。とはいえ、本文のそばに何の説明も加えることなくタルグムの影響がいくつか見られる。 ペシタワケキュー訳聖書の翻訳様式と翻訳の質は多種多様である。いくつかの部分は、教会に引き継がれる前、シリア語を母語とするユダヤ人により翻訳され、他の部分はキリスト教に改修した初期のユダヤ人により作業がなされた。シリア語はエデッサの言語なので、翻訳はその地方でなされたようである。しかし、2世紀のユダヤ人に広く影響を与えた。 アルベラやアディアバネ王国もその起源として提唱されている。幾人かの学者は本文中に西アラムの特徴と思われるものがあると指摘している。彼らはその元の翻訳はパレスチナかシリアでなされたかもしれないと提唱している。しかし、そうした特徴を説明するのは極めて困難である。ペシタワケ新約聖書の原本は次の二つのシリア語の 福音書があったおかげで完成した、ディアテッサロンとコシリア語訳である。シリア語に翻訳された最初の新約聖書は、タテアノスのディアテッサロンと思われる。西暦175年頃記された、ディアテッサロン以外に、単一の物語の中に4福音書を調和させた、ものはない。ディアテッサロンは一時期、4つの別個の福音書にまっさり、シリア語の公式の福音書となり、 その内容が最高だと証言した、シリア人エフレムが美しい三文論評を行った。とはいえ、シリア語を話す教会は、他の教会の観光に従うことに反対し、4つの別々の福音書を用いた。西暦423年に、シリア情報ユーフラテス川沿岸のキュロスの司教となったテオドレトスは200枚以上のディアテッサロンの写本を発見した。 彼はその写本を採集し、片付けてしまい、その代わりに4人の福音書筆者による福音書を紹介したのである。ディアテッサロンではない4福音書を含む、新旧両方の聖書の最初のシリア語聖書は、コシリア語訳と呼ばれる。5世紀のコシリア語福音書の写本が2つ存在する。これらはギリシャ語本文の比較的自由な翻訳であり、通称、正方肯定文であり。 明らかに言い回しにディアテッサロンの本文を使用している。コシリア語福音書はおそらく3世紀に完成したものと思われる。コシリア語写本は福音書の旧約聖書の引用として仮にその引用がギリシャ語と極めて相違していた場合でもペシタワケ旧約聖書を使っている。またコシリア語訳には首都行伝やパウロの書簡の翻訳もあったとする証拠もある。ただし、 エウセビオスの教会誌4.295によると、タティアノス自身は、こうした翻訳を知り添けたようである。ペシタワケは、シリア語を母語とする教会が、総合版聖書を作るため、コシリア語文書を再編集したものである。エデッサの司教ラブラの名は、一般的に、ペシタワケの制作に関連があるとされている。しかし、彼がペシタワケの作成に関わったとはあまり、考えられない。 五世紀初頭までにペシタワケはシリア語を母語とする、教会の標準的な聖書となった。ギリシャ語の聖典とは異なり、ペシタワケには、ペテロ第二の書簡、ヨハネ第二の書簡、ヨハネ第三の書簡、ユダの手紙、ヨハネの目視録は含まれていない。しかし、最初期の現存するペシタワケの写本を調査すると、いくらか編集があることがわかる。それには、その想定された、 代用品が出るまで長く存在していたディアテッサロンやコシリア語写本の特徴が含まれている。シリア語を母語とする教会で後に文化が発生したが、ペシタたわけはそれら文化すべての共通の聖書にはならなかった。西方シリア教会では、東ローマ帝国内の神学的な論争により、ギリシャ語本群に近いシリア語聖書の作成が必要となった。マボックのフィロクセヌスは、 こうした流れに沿って、新約聖書の本文、フィロクセヌス訳を作成したが、それには明らかに、ペシタ訳には含まれていない、ギリシャ語聖典の書にとって、重要な節や本文が入っている。7世紀には、標準ギリシャ語に基づくシリア語聖書完全版が、作成された。白ヘクサプラは、オリゲネスのヘクサプラ第五欄に基づくシリア語版である。 ハーケルのトマス監修のハーケル訳はギリシャ、ご神薬聖書のシリア語訳にかなり近いが、奇妙なことにコシリア語訳の特徴は少ししか含んでいない。こうした翻訳が存在するにもかかわらず、ペシタわけはシリア語を母語とする教会の共通の聖書となり、これら技術的な翻訳類のほとんどがシリアの神学者の机に閉じ込まれたのである。東方シリア教会及び 初期の共通の伝統では、ギリシャ語注釈文のシリア語の翻訳家たちは、ペシタワケ本文に付随して起こった、議論の下、釈義学者の議論が理解できるように、ギリシャ語本文の性格で辞儀通りの訳を、否定しなければならなかった。八福の教えの六番目東方シリア語、ペシタワケより、トゥービファン・エル、エイロン・ナドキン・ビー・レベン、ディ、ヘノーン・ハザー・ニエル・アリホ。心の清い人々は、 幸いである、その人たちは神を見る。旧約聖書のペシタワケは、原始マソラ本文に似た、ヘブライ語本文に大いに基づいた、独自の翻訳である。これは、言語学的、借義的に、アラム語タルグムとの類似が見られるが、それを起源とする思想が現存していない。いくつかの節の中で、翻訳家は明らかに、ギリシャ語セプトゥア・ギンタワケを使っている。セプトア・ギンタワの影響は、 おそらく天礼で使用するためと思われるが、イザヤ書や紙幣の中で特に強く現れている。外典は、トびトきがペシタワ家の初期版に存在しないことと、白書の翻訳がヘブライ語本文に基づいているのを除き、そのほとんどがセプトゥアギンタワ家から翻訳されている。バルク書第2も含んでいる。新約聖書のペシタワ家には、 ディアテスサロンとコシリア語訳の監修の延長が見られる。そこには生き生きとした、正方の翻訳術が示されている。新約聖書のペシタワケは5世紀の複雑なビザンティン書物のいくつかと結びついている。ペシタワケ固有の一つの特徴は、ペテロ第二、ヨハネ第二の書簡、ヨハネ第三の手紙、ユダの手紙、ヨハネの目視録が欠けていることである。現代のシリア語の聖書は、 ペシタワケ本文会定番に、これら5つの書の6、7世紀の翻訳を加えたものである。ペシタワケ聖書は、少し改定され、失われたところが加えられ、現在では次のシリアの伝統的な教会の、標準シリア語聖書となっている。シリア聖教会、シリアカトリック教会、アッシリア東方教会、インド聖教会、カルデア派、カトリック教会、マロン派教会、 マランカラハシリア聖教会、マルトーマ派教会、シロマラバル派教会、シロマランカラハカトリック教会。インド在住のシリア系キリスト教徒はそのほとんどがシリア語をドラビダ語族のマラヤーラム語に翻訳した。中東のシリア系キリスト教徒の間では、礼拝での朗読を除き、説教や聖書の個人研究ではアラビア語が一般的なものとなっている。 ほとんどすべてのシリア語学者は、ペシタワ家の福音書がギリシャ語の原文の翻訳であることを認めている。1901年、P.E. プジーと G.H. グリリアムは、ラテン語訳聖書にペシタワ家の批評文を載せて出版した。それで、1905年、英国内外聖書協会は、ペシタワ家福音書の明確な批評版を作成した。年、この版が広がり、 新約聖書が完成した。1961年から、ライデンのペシタ研究所が、旧約聖書のペシタワ家の最も総合的な、批評版を、分冊物で出版し始めた。ジョージ・エム・ロンスサヘンペシタワケの1933年英語版は、ロンスサバイブルとして知られている。1996年、ジョージ・アントン・キロス著、シリア語福音書総合版、コシリア語市内写本。 クレトン写本、ペシタワケ、ハーケルワケがブリル社から出版された。後続の第2版、第3版はゴルギアスプレス LLC から出版された。ありがとうございます。